こんにちは。こんにちは。今日は短い時間ですが、みんなで楽しんで過ごしましょう。よろしくお願いします。なりきり体操を始めるよ。両手を上に上げて、はい、上げてます。はい、ではぐーんと伸びて、さあ何でしょう。これはチューリップの体操です。チューリップの形をします。チューリップの体操、お花の花が開きました。反対側にもくねくね、バナナ、そうです、バナナ体操です。バナナになって、はい、バナナ体操です。このお話の中からクイズをちょっと考えてもらうんですけども、誰が質問するかもちょっと当番決めといてね。2番、3番、4番。オオカミに襲われましたか。いいえ。いいえ。ノーコメント。ノーコメント。責められる。豆に皆さんね。あなたは豆の木ですか。いいえ。いいえ。いいえ。登りました。私は裸の王でした。はい、私は白雪姫でした。何のカードだったでしょうか。僕はこんな顔だったらしいです。はい、ジャックとバナナギのジャックです。はい、100点満点です。皆さん大拍手。お父さんお母さん大拍手。はい、私も楽しかったです。はい、悔しかったです。読んでもらいたいお話を今から投票して決めたいと思います。裸の王様、読んでいただこうと思います。お前たちは世界一立派な着物を作るというのが本当か。はい、どのような方でもびっくりなさるような美しい着物を作ります。どうじゃった。はい、王様、いやはやもう誠に見事なものでございます。私もこの年になりますが、あれだけ立派な織物は見たことがございません。おしまい。はい、お家でも、お家読みます。お家でも絵本読みます。あ、王様に、はい。今日は本当に短い時間でしたけど、僕もすごい楽しめて、みんなの前で絵本を読むということをできたことを、これからも経験として生かしていきたいと思います。徳島ポリティスは今3連勝してますけど、まだ順位は9位ということで、まだまだ昇格には厳しい道のりですけど、皆様の応援があるからこそ選手は頑張れると思います。これからもよろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これも入ってます。はい、ありがとう。はい、ありがとう。